ヨーゼフ・ブラドルは、オーストリアとドイツの元スキージャンプ選手、指導者。ドイツ、バイエルン州、バサーバーグ a m に生まれ。ヨーゼフの愛称であるセップと表記されることもある。ブラドルは1936年3月5日に、プラニツァで、史上初めての100メートルジャンプを記録。1938年には107メートルに、記録を更新した。 1938年にオーストリアがナチスドイツに併合された後はドイツ代表として1939年ノルディックスキー世界選手権で金メダルを獲得した。第二次世界大戦終結後、ブラドルは1950年代前半に30歳代ながら競技に復帰。1952年オスローオリンピックではオーストリア選手団の騎手を務めた。 1952-53シーズンの第1回ジャンプ週間では総合優勝を果たした。現役引退後は1958年から指導者となりドイツ及びオーストリアのナショナルチームコーチを歴任、また1982年に亡くなるまでザルツブルク州のミュールバッハームホッホ系にひで、妻ポーラと共にスキーヤドを営んでいた。ありがとうございます。